継続で言うなら草薙商店街も似たようなもんじゃないかと。どうですかね。もしかしたら一番長いのは JA 一番長いんじゃないかという JA という月に並ぶぐらい、うん、そうそうそう。JA 清水だ、うん、JA 清水と草薙なり、商店街と、まあ、この場合で言うなら鈴代グループ、これはもう三十回ってこと、これが三兆ともなんですよね。俺が22ぐらいの時は多分毎年この思い出すね。そう言われてみるとこの鈴代グループというのも貢献度が分かるような気がするけど、地元の商店会と東京都に春ぐらい毎年やってるわけだから、スポンサードとして、うん、一番長そうだなと思うのは JA が変わるけど、JA やつだなぁ、見て困るので、やめちゃう、笑いありで、うん始まりました。そうそうそう。人生が鳥を飛ぶ時なんかはもう、ね、涙の血が語れない大ドラマだと思いますよ。言った通りになってしまった。言った通りになってしまいました。こういうこと言うから。言うからそうなるんや。